週末は群抜みんなで学ぼう日本の群抜。本日は第8話永田鉄山について勉強してまいります。よろしくお願いします。水戸さん、はい、もう今日はあの次世代のと応援する会の翌日収録ということですね。そうなんです、翌日なんですよ。だから私が東京にいる、はい、旧世記念館満員で良かったですね。良かったです、はい、党大会より数が多いって党大会人数制限してたんですね。そうですね、はいはい、そういうことにしといてください。はい、え、そうなんですか。いや本当に一人につき同伴何人までっていうね、はい、あのそういう制限があったんですね、党大会の時は、はい、昨日はでも本当に応援をあのしていただく、私たちが主催ではなくて、はい、していただく側だったので、もうでも小山先生も含め皆さんの、応援の言葉を聞いてて、いや本当涙が出そうなぐらい嬉しかったです。どうもありがとうございます、ねはいはい、ということで、はい、本題に入りますと、はい、前回行動派だったんで今回統制派をやろうということで、統制派といえば永田鉄山っていう人なんですけどね、はい、知ってました。え、永田鉄山、うん、知らなかった。鞍馬鉄山の元の人です。あ、それは知ってます。鞍馬鉄山知ってるんですね。知ってますよ。鞍馬鉄山知らない人、東千代の好きで調べてください。調べてください。超二枚目時代劇ですね。鉄山将軍って言ったらそれしか頭に浮かばないですよ、はい、私も子供の時はそうでした。そうですよね、はいはい、なんかバトルフィーバーより強い隊長ですよね。そうです、そうです、はい、なのがよくわかんない、はい、だから敵の幹部と日本刀で戦って決闘して勝っちゃったっていうね、うん、まあそういう人でした。その元が永田鉄山、うんね、名前が一緒ってだけ、これだけ引っ張ってどうするんだみたいな、はい、はい、すいません、はいはい、でまずですね、この人はあの典型的な学歴エリートなんですよ。うん、あのこの群抜シリーズ、あの最初地方抜から、はい、あの学抜になるって言いましたけど、まさにその学抜第一世代みたいな人ですね、はい、はい、陸軍大学を2位で卒業したんですね、人です。はい、で、主席はですね、あの敗戦時の参謀総長だった梅津義次郎というね、はい、そうなんです、ね、そうなんです。この梅津さんっていう人はですね、一回エッセイ書いたことあるんですけど、うん、はい、あの部下がや東条英機と石原莞爾っていうですね勘弁してくれみたいなちょっとあまり部下にもちょっと大変でしょうね。大変ですね、はい、はい、大変ですね。あの昭和史で必ずあの裏面というか、まあ、別に裏面ではないんですけど、うん、あの重要なポストにいるんですよ。はいはい、うん、でなんか本当は優秀な人なのに、最近ではなんか、うん、あのコミンテルの回し物呼ばわりされていると。ほとんど証拠はないんですけどね、うん、単にこんな重要なところにいるってことはコミンテルに違いないぐらいの勝手な決めつけでコミンテルにされてますけど、それはそういう決めつけは良くないんじゃないっていう。でこの永田さんっていう人がですね、はい、あのまああのまあ、梅津さんも中心なんですけど、ずっと、はい、あの出世頭になっていくわけなんですよ、うん、で一回やりましたね、あの行動派の小畑さんという同期の人と、はい、あのリアル、江田島平八の岡村康二と、はい、あのそれから、一期下の東條英機と、はい、あのバーデンバーデンっていうね、はい、ところで飲み会やったら、今はなんかバーデンバーデンの密約とか言われてですね、はいはい、バーデンバーデンの密約がウィキペディアの項目になってるのは卒倒しましたけどねこれ単なる飲み会じゃん。いや単なるだからね、今後我々もそういうのをね、そうそうそう、あでも大概なんかあるときは大概みんな飲み会やりますから。そうですよね、うん、だからあの杉田さんが中丸さんと西田さんと一緒にグレンデール行ったじゃないですか、うん、はい、だからもうグレンデールの密約って後に言われるみたいな、そんなノリですよ。あでも私はお店の名前は覚えてないよ。あそうですか、はい、ちなみにこれバーデンバーデンって地名です、ね、地名ですけど、はいはい、ね、グレンデール の密約みたいな、うん、グレンデールの誓いとかそんなレベルですね、はい、でこの、まあ、後に行動派の首領となる小畑と統制派の首領となる永田は、うん、もともとは友達で、こいつらが作った一石会が打ち下場を起こして、うん、行動派と統制派になるみたいな話でしたけど、はいはい、ですね、まあ、昭和6年満州事変が起きます、うん、でまあ宇垣さんの宇垣一世の宇垣松の時代に、はいはい、あのまあ、陸軍大臣南さんって人ですけど、あの満州事変が起きるんですね、はい、でこの時ですね、軍務局軍務課長という、まあ、中枢にいるんですよ、出世頭なんですよ、はい、この人すごくてですね、あの今の資料だと評価だと関東軍に協力したっていう、そこだけ言われるんですね、はい、だからあの政党内閣に対してちょっとこれは強すぎるから、うん、あの
もう外地でクーデターでも起こすしかないんじゃないかみたいな感じで、あの満州事変を起こすんですね、はい、で、あの実際関東軍に大砲とか融通してやったりしてるんですよ、長田。でももう片一方でやっぱりこの事変に関してはもう最悪の場合は御前会議開いてでも、はい、関東軍を正当化しなきゃいけないんじゃないかみたいな、関東軍って単に脱法行為やってるだけですからね。そうですね。だから敵が攻めてきました、うん、反撃しますを繰り返してるんですよね、はい、だから一応敵が攻めてきたって体裁じゃないと動けないんですよね、うん、だから絶対にそれ以上先に進むなよって言命が出たらすごすごと引き下がるみたいな人、うん、連中なんで、まあ、そういう意味で永田みたいなですね、政党政治家とか官僚、他の文官官僚と仲良くできる人が東京にいたっていうのがね、うん、大事なことですね、まあ、別名マッチポンプとも言います。両方にいい顔する、はい、ね、両方にいい顔する、はい、多いですよそういう方は。そういう方ばっかりですもんね、はい、それも、ね、ね、はい、そういうのは大人の態度っていうんですか、うん、大人の態度でございます、はい、大人です、はい、大人です、悪い意味で大人です、うん、はい。さてと、で、民政党の若槻内閣が倒れた後、はい、政友会の犬飼内閣になります、はい、で、後に行動派と言われる人たちが、うん、実権握るんですね、はい、で友達の小畑君とですね、ここで仲が悪くなっちゃう、うん、悪くなっちゃう、はい、で悪くなるのいいんですけど、うん、小畑たちがとにかく満州国取ったからこれソ連に対して警戒しなきゃダメだと言って、はい、陸軍省の方針まとめようとした時に、うん、ただ一人反対したのがこの永田って人なんですね。うん、でソ連に対して一騎打ちじゃ勝てないから、はい、シナの協力がいると、まあ、中華民国ですよ。はいはいはい、まあ、それは分かります、うん、分かります、うん、普通それやいうそういう場合満州事変で中華民国から満州取りました、はい、北のソ連と戦うためには南の中華民国と仲良くしなきゃいけないです、はい、その時杉田さんってどうします、中華民国に対して。一緒にやろうよって言う、一緒にやろう、仲良く言いますよね、仲良く言いますよね、はい、従えって言ったんですか。従えじゃなくて一撃食らわせって言った永田って人は。これ大使一撃論っていうのね、はいはいはい、で結果的に、はい、まあ、この場では永田ふざけんなって大臣の荒木なんかが言い出すんですけど、うん、まあ、結果的には日本はこの大使一撃論の方に走っちゃうんですね。へー、日本はだからこの永田がいれば太平洋戦争起きなかった、はい、良識派筆頭だ、殺されて残念みたいなこと言うんですけど、こんな人ですよね。お前が日本を滅ぼしたんじゃないかってね。逆に、ええ、まあ、すごい発想ですね。そうだ、まあ、それでいきなりコミンテルの回し物は言い過ぎですけど、うん、証拠がないんで、うんうん、まあでも、うん、そうですね、うん、ねえ、これなんでこの人が良識派なのかよくわかんないですけど、うん、あ、そうですか、はい、はい、でですね、はい、まあ、行動派が人事労断してるんで、はい、林千十郎って人を担いでですね、統制派を作るんですね、うん、はい、でなんだかよくわかんないけど局長のくせに大臣人事動かせるんですよ。どんなシステムだったんでしょうね、それ。今と一緒です。なんか中堅の課長とか局長とかがやたら偉い政治家とか多少の役人とかと人脈作ってて、でなんか元老の西園寺金持ちなんかも、いや陸軍の永田君っていうのはなんかなかなか切れ者だね、話が分かるねみたいなこと言って、永田がなんか次は林がいいって言ってるらしいぞ、よし林だみたいな。これっていつの時代、今の官僚政治、全く一緒です。はい、一緒ですね、全く一緒です。あ、なるほど。だから永田は典型的な軍事官僚なんで、ね、はい、官僚ですね、政治家がよく分かんないから、うん、まあ、こう中堅どころの意見にね、ちゃんと聞いとこうっていう、ね、感じですよね、はい、で、まあね、で軍務局長っていう、まあ、陸軍の筆頭局長で、まあ、将来次官大臣になるっていう、はいはい、どこの役所でもね、この局長になったら次事務次官になるみたいなあるじゃないですか、うん、ありますあります、はい、で陸軍の場合、まあ、将来大臣になるみたいなポストなんですよ、うん、はいはい、で何やりだしたかっていうと総力戦体制、国家総動員体制ってやりだしたんですね、うん、あ、はいはい、まあ、とにかく世界大戦が近いから、もう国家総動員体制だ、総力戦だって言ってるんですけど、はい、この人激しく間違ってるのは、はい、自らの総力を出すのが総力戦だと思ってるんですよ。とにかく軍人は経済が分かんなきゃダメだって、はい、それにそこまではいいんだけど、はいはいはい、とにかく自らの力を出すんだ。でそれが第一次世界大戦の参謀、ドイツ軍の参謀次長だったルーデンドルフっていう人が書いてる総力戦って本なんですね、はい、で確かにルーデンドルフの総力戦私も読んだんですけど、はい、97% ぐらいそういう話なんですよ、うん、でも最後の 3% ぐらいやっぱり相手の総力潰すまでやんなきゃダメだよね、はいはい、うちらもそれでやられたよねって文化的なところまで踏み込んでるんですよ、ールーデンドルフ。じゃあそこは無視な感じで
とにかく経済力の限界まで軍事力、国家総動員体制だって、ただそんだけっていうね。なんでこの人が良心派なのかさっぱり分かんないですけどね。まあ、だからといって行動派がいいとは言わないんですけど、はい、結局すごい優秀な官僚なんですよ彼は、はいはいはい。まあ、そこは否定しませんけど、だからって彼がいたからね、生き残っていたらイカ略みたいな。はい、で官僚なんで派閥構想強いんですよ、はい。教育総監っていう陸軍大臣参謀総長教育総監っていう陸軍参長官って言われる、はい、まあトップ3なんですね、うん。まあ、対等なんですこの3社って陸軍では、はい。その人は単なる局長の永田がクビにしちゃうんですよ。でこれ、なんでその政治力があったかっていうと、はい、大臣の林さんが僕永田君のおかげで大臣になれたしだ、なんかそれもよくありそうな話ですね。はい、あとちょっと吹っ飛びそうになりましたけど、はい、と、はい、いうことで権限持ってる林さんを動かして、うん、先輩の正樹さんっていう人をクビにしたんですよ、はい。そしたら最後その正樹さんを尊敬してる相沢三郎っていう人にですね、はい、白昼堂々軍務局長室で暗殺されるっていうね。いやでもまあまあ今というそういうとこ一緒ですけど、まあ、命がけでやってたってことですよね。すごいフォローです。今では取られませんから、ね、はい、超フォローしましたね。でもどっかでなんか、うん、どっかでおひっそり冷たくなってたりするようなことは今もあるんですかね。なんか外交官の人が大使、ね、内定した瞬間死んだっていう時期ありましたね。ありましたね。なんかゴムボートで流れ着いたというのもありましたね、うん、ありましたね、怖いですね。いまだにやっぱ怖いんだ、うん。まあね、本当この場合は本当白昼堂々ですからね。白昼堂々、犯人も分かってしまうというね、思いっきり分かってしまうというな、ちなみに根本博っていう人がですね、はい、たまたま出てきたその相沢三郎と握手してるっていう黒歴史があってですね。え実はたまたま、いやだから殺したなんて知らないじゃないですか。なんでお前いるんだ、知り合いだって言って握手してたって、それで実は根本黒幕じゃねえかみたいですね。うん、全然たまたまそこにいただけっていうですね。それなんかおかしいですよね、うん。でもこの間台湾に行って基本と置いてきましたよね、はい、根本中将の足跡を、はい、行ってました、ね、行ってまいりましたが、うん、へえ。いやちなみに根本さんのその金門島の戦いの話知らなかった時はですね、うん、こっちの話とかですね、はいはい、そんな怪しい話ばっかりしか知らなかったですね、はいはいはい、根本さんって超怪しい人だと思ってたんです。思ってたんですけど、まあ多分それも半分本当なんですけど、いや多分、ね、全部がパタッとこうなるわけではないですから、ね、そう、うん、だからいいとこも悪いとこもちゃんと見ようっていう、うん、そうですね、うん、はい。ちなみにですね根本中将に話がいったんですね、はい、満州事変の時に関東軍が外でやると、うん、で内部でも10月事件でクーデターを起こそうとするんですよ、はい。ところが首謀者の橋本金五郎っていう人がですね、うん、金集めてですね、で宴会ばっかりやってて真面目に謀略やらないで根本君が怒ってですね、はい、それで立国したのが根本君なんですね、はい。で君とか呼んでますけど、はい、で根本さんが俺がチクったってバレるとまずいから一緒に逮捕してくれて、うん、わざわざ逮捕されるってですね、そういう怪しい人なんですね根本さん。でも賢いかも、はい、賢いですね、はい、うん、ね、ということで永田鉄山からすっかり話が外れて、はい、外れてしまいましたで最後永田が生きていれば対米開戦はなかったと言われていますがどうなんでしょうか。本当ですかね、どうなんでしょうか、分かんないね、分かんないですね、はい、たらえばはえそれでよろしいんでしょうか、はいはい、ということでじゃあ今日はこんな感じでよろしいでしょうか、はいはい、どうもありがとうございました。